やっほー、こんにちは、なぎむぎです。今回は私のデスクツアーをしていこうと思います。私は普段 SNS 漫画家として活動していて、作画も編集もだいたいここで行うので、日中のほとんどの時間をこの机の前で過ごしています。そんな私のめちゃシンプルな作業環境の紹介動画です。それではどうぞ。いつも私の後ろに座って作業を見守ってくれているうちの七味ちゃんです。眠たいね。はい、なぎむぎさんのデスク周りの環境こんな感じです。早速ね、デバイス機器から紹介していこうかな。はい、こちらがいつも使ってる iPad です。 12.9 インチの第5世代のものを使ってます。拾いたらこんな感じ。そう、私作業しながらね、ご飯を食べるので、この辺のカバーにね、なんかいろいろ飛んでめちゃめちゃ汚い。うわー、ごめんなさい、汚いんですけど、ちょっとあんま見ないでください。で、このクリップスタジオってアプリで作画をして、このキャプカットってアプリで編集をしてます。液晶タブレットね、使ってた時期もあるんですけど、 iPad はどこにでもね、持っていって出先で作業ができるので、かなり重宝してます。これが使ってるアップルペンシル。あ、ピントがなぎって書いてあります。刻印してもらいました。で、このね、グリップがね、めちゃくちゃおすすめで、エレコムさんのだったと思うんですけど、今どうだろう、売ってるかな、ちょっと情報書いておきますね。これ、あのグリップがかなり液タブのグリップに似てるんですよ。だし、これね、つけたままね、充電できるんですよ。こうやってくっつくから。他のグリップって結構グリップかなり太めで、ちょっとね、くっつけられないみたいなのが多いんですけど、このね、グリップはかなりおすすめです。そのまま持っていけるから。 iPad 乗せてるこの台はね、合ってんのか分かんないけど、ボヨタさんのですね。ボヨタさんかな、ボヨタさんかな、ちょっと分からないけど、ボヨタさん。かなり調整にはね、力いるんですけれども、体重かけてもガクンってなったりしないので、かなりいいですよ。おすすめ。使ってるパソコンは MacBook Pro の13インチのものですね。だいぶ昔に買った古い方のものだったと思います。お気づきの方もいらっしゃるでしょうが、スペースキーがありません。反応が悪いなと思って、ちょっと自分で直したかと思ったら、バキバキって割れて修復不可能になりました。悲しい。この周りのところは反応しなくて、真ん中のこのポチしか反応してくれないので、とっても不便なんですが、なんかね、中身はね、全然余裕で動くので、あの買い替えはまだですね、多分。なんでそんなことしたの、私のスペースキーはどこへ。この MacBook Pro につなげてるのがこっちのモニターですね。デガモニター、HKC のゲーミングモニター34インチのものを使ってます。湾曲してるタイプで、めっちゃでかい。これにあの資料を出したりだとか、作業用の BGM で YouTube 見たりとかっていうのをよくやってます。大きいからね、とっても気に入ってます。でも絶対オーバースペック、ゲームやらないのにゲーミングモニター使ってる。さらにはテープ式の LED ライトを使って後ろ光らせてます。で、下にね、回転式のボタンがあって、光の量を調節できるようになってる。結構おすすめです。で、後ろのね、この時計は最近シーンで買いました。1000円ぐらいで結構安くて、 LED ライト付きで可愛い。でも一つだけね、時間の後に出てくる数字が一体何なのかわからないんですよ。今ね、これは若いでしょ、12時26分ですっていうのはわかるんですけど、この後、これ 1.02、 これは26度、ここがね、謎の数字なんだよね。これちょっと設定、誰かちょっと変え方わかる人いたら教えてください。ずっと混乱している、この数字何。はい、デスク向かって左側、この部分、じゃん。さっきからずっとこの、ずっと黒人間にあのピントが合ってしまうんだよな。よいしょ。こいつ何だったっけな。この人動画内で全く違うことをベラベラ喋ってたので、アテレコの方で補足します。この黒人間さんはデッサンモデル人形ですね。
ただね、実際の人間の可動域を完全に再現できてるっていうわけではないので、ちょっとあくまでね、ポーズの参考とか描きにくい足とかを参考するのに使ってます。手のパーツがね、別で付け替えられたりして、昔とかは剣とかも確か持ってたはずなんですけど、なくしちゃいました。この左側のボックスは全部無印良品です。このね、ランタンめっちゃ可愛いでしょ。ベトナムに友達と行った時に買いました。300円くらいだったと思います。で、後ろには本若で10万人行った時の銀盾を飾ってるのと、前にはね、お気に入りの小物を置いてます。こいつはフクロウさん。ごめん、てかさ、私さ、この間ここにジンマシンできて、それかき見知ったんだよね。ちょっとなんか怪我してるなって思った方、ジンマシンかき見知っただけです。で、こいつがフクロウさんね、よく目が合う、かわいい。で、私の気めっちゃ気に入ってる香水です。グッチさんのフローラで、これなんかみんなよく持ってるヘアオイル系のやつですね。パッケージがめちゃくちゃおしゃれなんで、ここに飾っている。でもすごいね、高いからあんまり使えないこれ。で、後ろにはね、こうやって掃除用具置いてます。これもね、無印良品さんです。電子機器にはね、こうやってほこりがたくさん積もるので、こうやって定期的に掃除をねしてあげるのが良い。後ろにしまっておきましょう。さて、下のボックスには何が入っているかと言いますと、電子機器でした。そしてこちら、じゃじゃん、左手デバイス。少し前に流行った左手デバイスで、この点キーにショートカットキー割り当てられるやつです。セリアのマスキングテープ上から貼って、何が割り当ててるのか書いてるって感じなんですけど、全然使ってない。で、他に入っているものといえば、これワイヤレスイヤホンかな。この間ね、 iPod をなくしたので買い替えました。ジノバさん、なんか TikTok でおすすめされたので買ってみたんですけど、結構安かったので、あんまりね、私音質にこだわりなかったんで、なんか聞ければいいかなって思って買ったんですけど、これつけながら歩くと耳の中がコロ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 何かが鳴っています。何が鳴ってるのかわからない。そしてこれが GoPro8。 なんかね、充電がすぐ切れるんですよね、この GoPro。 なんかそんなもんなのかな、 GoPro ってあんまり充電持たないもんなのかなっていうぐらい、マジですぐ充電が切れます。というのと、これペン先ですね。アップルペンシルのペン先とか、あのマイクロ SD を入れてるやつで、これ100均の薬ケースに入れてます。このペン先ケース、あの種類ごとに入れてます。これね、墨のやつもう捨てればって感じなんですけど、でもたまにこう見てみたりすると、あ、これまだ使えるのではみたいな、ちょっとかすかな希望にかけてまだ残しているって感じです。これがね、費用、これね、このペン先結構高いんですよ。で、あんまりね、あのバコバコ変えてもね、私が破産するだけなので、あの大事に大事に使うようにこうやって分けてます。で、このとんがりってやつはちょっと種類が違っていて、ペン先がね、アルミみたいになってるんですよね。なので、あんまり削れないって感じです。で、あ、そもそもアップルペンシルが削れる削れないって何の話やっていう話で言うと、 iPad って一番最初に買ってた時はここの画面のところがめっちゃツルツルで、何にも書けるような状態ではないんですよ。なので、上からペーパーライクフィルムっていうフィルムを貼って、わざと摩擦を起こしてこう書きやすいようにするっていうのをやっていますって感じです。でね、なので、このペン先がね、摩擦で削れちゃって、どんどんね、なくなっていっちゃうんですよね。なんで、これ今使ってるやつもかなり年季入りなので、結構もう少しで針金が出てきちゃいそうですね。で、針金が出てきちゃうと、このペーパーライクフィルムがガリガリ削れちゃうので、その時はもうさすがに交換しないといけない。で、その時はこういう未使用のやつとかをと交換するって感じです。で、このとんがりちゃんに関しては、やっぱりね、絵を描く時は若干ブレがあるって感じですかね。思ったところに線が引けないので、これはネームとか書くとき用ですね。あんまり絵を書くときにはちょっと向いてないかなと思いました。買ってみたはいいけれどって感じです。はい、で、下の棚はこんな感じで、ビタミン C とかのお薬とかを入れているのと、これが私のスケジュール帳です。
はい、私が使ってるスケジュール帳です。中はね、普通の方眼用紙のノートなんですけど、こんな風に自分で日付を書いてスケジュール帳として使ってます。私フリーランスなので、やっぱり案件の、進捗の管理だったりとか、自分の目標としている作画の予定とかっていうのを結構こまめに書いて、どこまで進捗進んでるかなみたいなのを管理するために、結構1週間ごとに作ってやってるって感じです。向かって右側の棚にはね、まあいろいろ化粧品やらなんやら置いてる棚です。これ下に滑車がついてるので、なんか奥に入れたり出したりできてとっても便利。ティッシュが2つあるのは顔用と、それ以外を拭く用の安いやつですね。でアクセサリーを無印良品の棚に入れたりしてます。これも無印良品だね。私無印良品めっちゃ好きやん。でこれはね、ベトナムで買ったウーマンサイクルっていうお香なんですけど、なんか最近はお香じゃなくてイノセンスっていうらしいです。本当かしら。ベトナムに一緒に行った女の子にね、教えてもらいました。でこのね、お香なんですけどね、イノセンスなんですけど、あ、ちなみにね、これいつもは普段は全然炊いてなくて、七味ちゃんがね、いない時だけやってます。ほい、よいしょ。でいつもね、お香立てがないので、この付属のやつを使ってるんですけど、ちょっと見てほしいんですが、これさ、燃えてんだよね。燃えてんの。危ない。ぼや騒ぎを起こさないように気をつけます。危ない。封印だ。下にはなんか化粧品とか日焼け止めとか、なんかいろいろね、美顔器とかジェルネイルのやつとか置いてるって感じです。私が使っている椅子は伊藤木さんのサリダ YL6 っていうシリーズみたいです。いい椅子をね、使いたいなとは思ってたんですけど、10万円とかになってくると結構高いなって考えてて、だいたい3万円くらいでいいオフィスチェアとか、そういう作業に適したのがないかなっていうのを探してた時に、結構口コミが良くて、イラストレーターさんとかでもおすすめされていた椅子を買いました。結構ね、背もたれとかもかなり動くので使いやすいですね。使ってる机はローヤさんのものです。横幅がね、140センチぐらいあります。前に湾曲のモニターを置いても全然余裕だし、左側に何かね、書き物をするスペースもあるので、かなり重宝してます。ただこれは組み立てるのがめちゃくちゃ大変でした。これはね、旦那さんのね、あきくんに一生懸命やってもらって作ってもらいました。はい、こんな感じのデスクツアーでした。いかがだったでしょうか。ちょっとね、これからサブチャンネルもね、更新していこうと思ってるので、何か他にね、やってほしいものとか、なんかこういうの聞きたいなみたいなのがあったら、コメント欄にコメントいただけると嬉しいです。それではねー。